いやーコラボひどいよねちょっとシステムがね多分ねぐちゃぐちゃなんだと思う俺もまだ使いこなしてないからわかんないんだけどなんかひどいね変えようかはい皆さんおはようございます2018年2月の8日6時17分ですよろしくお願いしますおはよう バツって切れちゃうんだよね。バツって切れちゃうんだよね。なんでなんだろう。切れたよね。なんかね、コラボ上がってくるときに切れちゃうんだよ。いやいや、かかってこなかったら、まあ、かかってくる人を優先するから。 はい、やっほー。おはようございます。かかってきたら優先しようよ。いや、もう本当に何もなかったら切るけど。うん、切れる通知がうざい。通知切っときなよフォローだけにするのが一番いいんだよ。通知切った方がいいよ。うん。俺は通知するよりもフォローした方が絶対いいと思う。ピコンピコンうるさいもん。 携帯配信俺通知誰も入れてないおはようございますよろしくですまあまあそれは配信者によって違うんじゃないのアイテムをもらう場所だと俺は思ってるってだけの話で人によって違うでしょ もしもしあ、こっちー何もうしつこいって、嫌いだってみんなあ、さっき切れたからまた来たんだけどうん、切れたんじゃなくて切ったんだけどあ、切ったのかいうん面白くないから、嫌だっ,っ,っていや、今度別の話しましょうよ、したらいいよまともな話どうぞいや、配信を始めたきっかけってなんですかねいやいや、そういうのはいらないわ質問はじゃないから い,いいんだってこれでいいんだっていやいいんだってじゃなくてそういう枠じゃないから、うん、あのそれはお前が俺の放送を見てこなかったから知らないだけでしょ、うん、だから教えてたから今無理ですじゃあね、うん、もうないのね俺に物申すことはあ質問も答えられないやつだってことねうんはい全然面白くないきついって きついって <laughs> うんだってもう質問とかされてもしょうがないでしょそんなの準備してこいよって話でしょだるいよね本当にだるいよいいよ別にだって面白くないよ 面白くないよ。別にじゃあ次かかってきたらじゃあ相手にしてやってもいいけど、苦痛なのはリスナーさんの方だよ。大丈夫これリスナーさんのためを持って切ったんだよ。うん。いいよ、別に相手にしてあげても。面白くないよ、彼は。いや、無理だよそ。素材が悪いものはまずいに決まってるじゃん。どんなに料理したってまずいものはまずいんだよ。<laughs> うん。嫌でしょいいよ、別に。 タクシたてただし白くなんないよこんなのこんなの面白くなんないよべぜんじゃあ相手にしてやるよ、うん、いらないよねいやだって逃げ逃げって言うから逃げ逃げって言うからさいや別に逃げもクソもなくて面白くなりようがないよっつった、うん、いらないじゃん 5時間ぐらい話してみたら何か変わるかも。耐えらんない、耐えらんない。うん、あ、また来ました、よろしく。おい、また来た。聞こえる聞こえるよ。今、相手にしてやるなって言ったよな。相手にしてやるよって言ったよなって、聞いてるの。ごめん、何やってるか分かんない。 だから、タクシーを相手にしてやるよって言ったよ、そって今。お前何言ってるか分かんないわ。なんで分からない今言ったことでしょ。タクシーを相手にするか上がれって言ったぞ、今。だから上がってきたんだよ。おそ,れそれ言ってないってことかタクシー相手にしてやるって言ったの今。言ったべや、今。証拠残ってんだぞ、お前。お前、何逃げてんのよ、お前。お前こそ切って逃げてんだよねか、お前。 言った頃訂正しろ早く言いましたって言え早くみんな聞いてるんだ分かってるんだもう説明しろタバコ吸ってないで説明しろって何でタバコ吸ったのだろうタバコ吸っていいよだから説明しろってあげたんだろってだから 上げてもいいっって言ったんだろうっていや今事実として上げてるけど何なのうん。だなんでサッカー切るのよしてあげるんだったら初めっからつ。つまんないから。<laughs> つまんないのあげてんでしょ今実際に。いやだから見たいっていう声があったからあげたんですよ。うん。だつまんないってことないでしょそしたら見たいってことなんだから。いやつまんないよ。うん。だなんであげんのお前は。<laughs> なんであげんのってだからリスナーさんが。うん あげあげろって言ったから、うん、じゃあ次かかってきたらあげてもいいよって言ってあげたんだけど、何が悪いのし,したら面白いってことだよね面白くい,いかも。じゃなんであげるっちゅうの <laughs> <laughs> アンチ上がるやついないからあげるっちゅうだべ、ね、誰も上がってこないじゃないかも聞いてたら、一人も。そうだね。誰上がってくるの、ここに。うん。ほうほうほう。 誰も来ないじゃないか。さっきなんか違うし、あれ。アンチじゃないでしょ。さっきなんて。うん、ギターの話でしょって、さっきなんて。うん、アンチなんとないやあんなの、うん。なんであんなのあげるのって、アンチの枠に、うん。それを言いたいのよ。うん、聞いてるか聞いてる,聞いてる、聞いてる。なんであげたのって、アンチの枠にあんなやつを。うん、俺は誰だかわかんないから。うん、うん、だそこはね、そこがちょっと突っ込みたかったの。 なんでねえ暗示でもない人を上げてきてんだろうなって、うん、それ分かるでしょ意味分かんない分かるでしょ分かんない分かんないだって俺はギ,ギターの話をしたいって言ったんでしょ最後まで話すかぶせないで話,話すかぶせないでトツ、うん、を上げてみないとどんな人か分かんないから、うんうん、あそういうことねうん サムネと名前だけじゃアンチなのかどうなのかわからないでしょうんまあそうだよねわかんないよね。だ、うん、アンすまちって書いてあるんだからそれはリスナーさんが決めることでしょ俺、うん、に責任ある、うん、なんかねこのコラボ開いてもね誰も来ないんだわアンチが。どういうことなのこれ前回もそうだったでしょ結局自分を責める感じになってるでしょリスナーが。リスナーが誰も来ないじゃないこれ。うん ワードさんの味方でしょ前回もあれ、配信。味方が多いんじゃないの全然これじゃアンチじゃないでしょこれじゃアンチ枠なのに。それを言いたいのなんでアンチなのに来ないのってここに。さっきまだ迷ったでしょみんな。<う>ん話ぶせないで。それって俺の責任なの、うんうんうん、イエスかノーで答えて、それって俺の責任なのいや、責任じゃないよ。じゃあ、なんで俺にそれを聞くのいやな、いやなんでアンチなのに、 上がれないかって聞きたいのみんなにみんなに聞いてんのみんなに聞いてんのいやんで上かんないのって聞いてんのあんだけ腐してたのに上がらないわけなんなのってことだ腐してたって何あんチ言ってたろさっきみんなでお前やるやったから話をかぶせんな腐してたって何引退するとか言ってたろってさっきお前腐してたっていう言葉の意味を教えてって言ってんの 悪口を言ってたってこと安をしてたって意味。そういう意味、はいうん。あんだけ言ってたのに、コラボ,ああコラボ枠開いたらなんであかんないのってことさ、うん。それを言いたいの。わ、うん、かるか言ってる意味。誰も上がってこないでしょ。コラボに。 はっきり言って自分しか上がってこないよ、前回から。あの、アンチの人。アンチあるんだって早く上がってこいってことさ。一人でアンチしたって意味ないんだわ、ここ。二人でアンチしたって。それを言いたいの。複数で和道さんを責めないとダメなのさ、アンチは。だから面白くないんだわ、この枠は。自分ばっかりだって面白くないの、これ。 それ,がそれを言いたかっただけはいありがとうございましたいやまだだって続くよ <laughs> 勝手に締めるなっての <laughs> なんで続く締めたがるそうそれを言いたかっただけって言わなかった今うんまだあるよ他にもうんなんで前よりは話,話しなくなったのあなたは そこ知りたいいな。無言言になるってことはもう言い返しできないってことでしょ。え、あなたはささっきさ貴司<ん>さんさ「ん俺はアンチ要はリスナーに語ってるんだ」って言わなかった<ん>さっきうんリスナーに語ってるうん「上がれよ上がれよと」と和堂に言ってるんじゃなくてリスナーに言ってるんだって言ったから黙って聞いてたんだけど。 あ,あそうだそれもあるよ、それもある。俺に言ってるわけじゃないんだよね。うん、それはうん、リスそ,うそうそう、それはそうだ。黙って聞いてて、何が悪いのうん。いや、なんでかないのかなと思ってえあの、リスナーたちは、あ,のあんだけアンチしたのに、なって。その話じゃなくて、なんで無言で喋ってるの無言で話しかけないのって、俺に話しかけてないからって俺答えたんだけど、その件についてはなんかない、うん、ああ、それはね、それはあなたが配信者だから、司会進行,進行役でしょ 進行役だからあれ話し進めなきゃならないでしょいやいやだからあな、うんなもんいや黙ってもしょうがないじゃなくて、うん、あなたが早く俺に対する意見を待ってるんだけどずっとうんで何もないんだったら切るよって言いたいこと終わったんでしょあリスナーさんに対して早くアンチ上がってこいよって言いたいこと終わったんでしょで次は、うん、だから上がるのか上がんないのかって話上がんないっていう答え結論出たじゃん上がってないんだからそうなのかいこれ申請来てないよ 親戚してないよねねこれねそうなんだね。結局アンチないってことかいアンチだけど恥ずかしくて上がれないってことでしょ結局は。あ自分がよく上がらなくなるってことね。したら自分が下がったら必ず上がるってことだなしたら。 うん。それ上がんなかったらどうすんのよ、お前。お前たち。絶対上がるよ、お前。下がったら。下がったら上がるよ、誰か。下がったら上がるんだな、勝手な覚えとくからな。これ録画されてしとけよ、お前。い下一回降りるからな。上がるよ、絶対。今言ったやつ。ね。<laughs> 言ったでしょ。 <laughs> 言ったでしょ言ったでしょ <laughs> こうなるよって言ったでしょ <laughs> 言った通りだったでしょ <laughs> こうなるよって言った通りだったでしょ <laughs> いやもうだからあげてもいいよってあげてもいいけど何もあいつはできないよって、うん、俺はもうあいつは放置だな。 ポーチだよもう無理だよあんなのだって会話ができるレベルじゃないもん究極につまんないよロンハタクシー <laughs> うん、いやいやだからこのレベルなんだよこのレベルそうもう44号さんの言う通りなんだよこのレベルなんだよ だからコラボあげろコラボあげろって言われたってどうしようもないんだってあ来たちょっと待ってもう一人先生来たよしょよしょはいおはようございますおはようございますあのアンチじゃないんですけどはい バードさんのファンです。<laughs> あ、ありがとうございます。<laughs> いや、それだけです。アンチあんまいないと思います。<あ>もう見てるんで、<laughs> あの、はいま、また楽しみに見てます。<laughs> あ,ありがとうございます。じゃ、失礼します。失礼します。ありがとうございます。はい。はい またバクったあああれまたバクった,たああもったひどいなこれうん大好きだよ <laughs> <laughs> ありがとう風船ありがとう 大好きだね。うん。いやだから、普段さ、コメントではさ、なんだかんだって息巻いてるけど、所詮この程度なんだって、分 <laughs> かったでしょわかる普段さ、アンチだなんだっつって息巻いてるけど、この程度なんだって。この程度。わかるでしょ 辛いな本当にバカありがとういやもうコメントで十分、うん、まあまあまあいいけどもういないかな大丈夫かなうんもう大丈夫かなうん もうちょっと待ってる。リハビリ凸っていうのもう、アウアウア凸町になってるからね。<laughs> アウアウ、これアンチ凸町じゃなくて、アウアウアア凸町になってるからね。<laughs> いやいや、大好きは嬉しいでしょ。大好きは嬉しいでしょ。わけわかめだな、本当にな。タクシーが欲しくなってんの。病気だろ、タクシーが欲しくなってんの。<laughs> タクシー欲しがってんの病気だろああ、来ちゃったよ。タクシー来ちゃったよ欲。欲しがったから来ちゃったよ。お前、責任取れよ、欲しがったやつ。あ、こんばんは。はい、こんばんは。<laughs> 全然上がってこないでしょ、コラボに。やっぱり、それ言いたかったの 何もケンカ枠でないでしょ、うん、これまた何あげてんのさっきの人だからあのさっ,さっきいやだから、うん、さっきも説明したけれども、うん、申請が上がってきた段階でサムネイルとコテハンでアンチかどうかを区別することは不可能ですよねって言ったでしょいやだからさっき言った人入ってこないでしょだから。 さっき上がるって言ってたでしょ、うん、自分が下がったらえと申請が来て会話をしてみないと、うん、俺のアンチかどうかわからないよね俺はうん。だコメントで言って最初いたの自分が下がったら来るってここにだその人来てないでしょって今誰も結局来ないでしょこれなぜ来ないのって言ったことに責任取れって 言ったことに責任取れや。さっき言ったやつ。全部履歴残ってるんだぞ、ここに。さっきコメントしたやつ、記録残ってるんだって、ここに。証拠あるんだって、もう。言い訳できないんだって、もう。どうするのよ。それ言いたいんだって。覆せないな。証拠はもう残ってるんだ、ここにどうすんのよって。 それ言いたいんだってだからどっちが正しいっていうこと正論だろこっちの勝ったのお前らの負けだどう考えてもあんたの負け自分でやってくんない負けだわだから言ったらお前らの負けだって始めっから タクシー証拠あるんだこっちにはちゃんとタクシータクシーうん証拠あるからねタクシー聞いてお前も何も言えないだろうあとなんか言ってみろタクシー言い返せ早くタク,タクシー聞こえてる言い返せ早くほら言い返してみろほらタクシー声聞こえてる聞こえてるよ呪縛でやってくんねだか,らだから逃げるなってそういうこと言って言い訳できなかったこって言うんだろってほんと言い訳言うなってそういうこと話終わってないんだわさっきの話おい 何がどうしてくれんのだ早く上げらせるってさっきのやつ <laughs> 何さ誰のこと言ってんのさっきのやつって上がるなんて言ってなかったよもうコメント上がっちゃったからもういやさっきのやつっていうか上がるなんて誰も言ってないけど、うん、誰も上がらないって言ってるって見てみろってのコメント後でないからこエアコメント読むのやめて、うん、コメント見ながら話してんだってこっちはいやっていうか、うん、俺はそんなこと言ってないから むしろアンチ上がってこいって言うとお前だから勝手にお前が言ってなんでお前のケツを俺が拭わないといけないのだ言った人を責任取ってくれってことさあの,ち,あのちゃんと上がってきてくださいってことさ言ったんだからそれを俺に言ってどうすんの<俺>それを俺に言ってどうすんのいや俺っちゅうかみんなに言ってんのいや責任取る人お前,人にお前俺に言ったじゃん何で責任に言うじゃあじゃあそうじゃなくて うん、タクシーは俺に対して責任取ればどうって言ったんだけど俺に何の責任があんのだから上がらせろってさっきのやついや実際それは上がれって言ったのはた、ね、タクシーが呼びかけたことだからお前が責任取るべきであって、うん、俺は何の責任もないじゃんなんで責任取らなきゃなの<っ>自分が悪いこともしてないのになんで責任取る意味があるそういういことじゃなくて 俺はリスナーさんに対してアンチ上がってこいよなんて一言も言ってなくてタクシーがそれはリスナーに呼びかけたことだ。で結果アンチが上がってこなかったの。ってことは責任を取らないといけないのタクシーの方であってなんで俺に責任取れって言うのって俺は聞いたの。わかる自分も責任取る必要ないでしょって言ってたから。んで責任取るわけなの自分もいやそうじゃなくてそうじゃなくてねタクシーね。タクシーが俺に責任を追及したのはなぜって聞いてんの。 タクうそれは間違,は間違い,い。だからさっき言ったやつが上がってこないからどうなってんのってことさ知らないうんだから結局上がれないアンチってことでしょ上が,って上がったらもう何も言えないってことでしょ口論できないアンチってことだね文書だけのそう理解していいんだね おはようございますあ、和藤さんから言いたいことあるか、そっち、なんかこっち何もない、何もない逆やろうや、自分に何か文句言ってや、なんかいや、何もないいや、なんかあるでしょ、言ってたでしょ、昨日いや、俺は、だってあなた他人だもん、うん、うん、言ってたでしょ、なんか文句たくさんいや、ないよ、何もゆ言,言ってたでしょ、この間の放送で 役に受け止めるから、ね、そっち側のほう向いて言って、いや,いや何もないよ。俺あなたのこと知らないから。言ったでしょ。知ってるでしょ。話したんだから。いえ特に言いたいことは前の枠で言ったから。うんね何も知,知らないって話ないでしょって話。いや特にないよ。うん。興味ないもん。興味ないの。うんない。じゃ次上がる人誰？次上がる人。 これを歌枠にした方がいいんもう歌枠 <laughs> アンチいないんだったら <laughs> <laughs> カラオケ大会でも知ればいいでしょみんなでここで <laughs> 病気だろこいつ <laughs> カラオケ大会でも知ればいいでしょってここで <laughs> アンチもいないんだったら 自分は歌わないよみんな歌ってよまあよく歌ったんだからでうちらが2人があの審査するから歌うまいか下手かっていうのね審査員だからあちらメガホンありがとううん風船ありがとう風船ありがとうワードさんと審査しようや歌枠作っていやだからさみんなさ分かったでしょだいぶうんどうまあまあまあいいじゃんいいじゃんもうね病気なんだよ いろんな人がいるんだけど、病気、病気。もうほっとくしかないの、これは。病気ってかつけてね、ダメなのよ。駐車禁止だっていうふうにする、うんね。うん、病気。うん。病気自分で精神病って気づいてないだけ、うん。人のことばっかり言ってるからね、人のことばっかり言う人は、 ダメな人間なのダメ人間うんあといあ言いたいことあったらもう一ついいかいいいよあれタクシーおじさんにした方がいいって言ったでしょあなたはいで他の人が配信したらやっぱ名前がおかしいって言われたよそれ ダサいとかまきまおさんいらっしゃい、うん、あ、お疲れ様ですおはようございますおはようございます結局ね戻したから名前まきまおさんはあれですか何か僕に意見を言いたいということでいや和藤さんにじゃなくてはい <laughs> ちょっタクシーに一言いいですかどうぞどうぞ、まあ、もう徹底的にやり合ってくださいタクシー何がしたいの何が自分そあ。 アリ,リスナーとやるのかいこれ。じゃあ、じゃあ、何がしたいんですかって聞いてんの。なんで自分は攻めなくなられないの攻めてねえよ、質問だよ。何がしたいのい質問は答えないよ、そんなものじゃあ、答えねえんだったら、お前は一体何がしたいんだって、下みんな見てみろって。うん。いや、そういう言い方もないんじゃないかいって。ごめん、言い方はだってお前もなまってんだろ俺も喋り方あんだろって,上って。上がってきて何言ってんのって、後から上がってきています。お前上がってきてんだろうがよ。うん、先とか後とかも小学生以下かてめえよ。 だからおかしおかしくないかって。だからじゃあ標準語に戻せよなな寄せろ標準語に押してくれ。じゃあ俺も言い方考えるう。これが標準語で通してきてんの今まで。あ本当にじゃあ俺もこれが標準語で通してきとんだわ。これが標準語なんだわ。おおお疲れ。だから何？あとあと直せっちゅうんよ標準語に。おおじゃあお前のそれが標準語ならいいわ別に。後とか先とか関係ねえんだよ。これ何がしてんだって聞いてんだだ直せだと思え。 <laughs> お前何歳とかお前関係あんの関係あ,あんの何歳,何歳で言ってんのそういうことえ何歳とか関係あんのおじゃあお前が仮に年上だった,ただ年上だったとしてお前がだから何か関係あんの俺が年下だったらあ人生経験あるとこだね人生経験おお別にいいじゃね<あ>だからだからだから何歳ってあなたでだか,らだから何歳なのって ?30 代前半ですそしたら和藤さんと同じでしょはっ 和藤さんも30日だよ。うん。和藤さんと近いな。近いでしょ。うん。したら、あなたは、年上に対していつもそういうことを言ってたのそういう態度何が年上に対してそういうことを言,って <laughs> 言ってたのかいって、そういう感じの態度で。ま、人によるね。人によるうん。<お>初めて会ったでしょ今日。いや、会ってねえけど、別に。会ったでしこれ、ここでコラボで会ったでしょ二人で。ああ、はいはい。うん。なんでそんな言い方してくるのいきなり。 ったこ初めてあっとねよお前、うんうん、あじゃごめんなさいって言ったですか？ここででね、初めて会ったでしょここで。初めての会った人に言う言葉でないんじゃないかそういうの。普通。うん、まあお前もだいたい初,初めましてよろしくお願いしますって言うんじゃない初めは。いやよろしくするつもりねえんだわそんなに。だから何がしたい？だから何がしたいの、うん、って聞いての最初。それだけなのよシンプルにな。だからこれ喧嘩枠でしょってここ。 うん、だから、じゃあ、もうちょっと、うん。もうちょっと、あの、論点まとめて、シンプルに話してもらえないですかあの、下で聞いてる苦しいんで。あ、そんだけです。うん、そんだけです。いや、下、あなたは、和藤さんな何も特にないうん、だから、一番最初にったでしょ別に和藤さんには特にないんで、このタクシーって人にいいですかって、ただそんだけです。はい。明日、アンチいないでしょ、ここ。アンチのふりしてみんなアンチいないとこでしょ、そしたら。いや、ふりっていうか、 別に、上がらないっていう人は上がらないし、ねタ、タクシー、タクシー、タクシーいいところまで来てて、うん、お前が、狐つね枠だから気づいてなくて、一人でこアンチコメント書いてただけなんだって。<laughs> アンチコメントお前は、だから、狐つね枠っていうことに、ね、味を占めて、アンチがいっぱいいると思ってたんだけど、<laughs> お前が一人でずーっと戦ってたの。で、自分のコメント、アンチコメントを、自分のコメントだと思わないで、うわ、こんなにアンチいるんだ、つって、一人でカタカタやってたの。わかった そうなのかい,いやだからアンチトツマツなのにタクシーのアンチトツマツになっちゃってるんだよお前のことは大嫌いなんだよみんなな,なぜそうなっちゃった面白くないからお前がいや面白くないんじゃなくて話題がそれてるでしょまずそれてないよそれてるでしょ全然違うでしょっていうこといやそれてないそれてないそれてる話題がそれってないいやしつこいんですよタクシーさんが、うん 嘘ついてるでしょ違うんですよ、しつこいんですよ。ここはをめる枠なんんですよじゃあ、攻めるとかじゃなくて、攻める人が別にいないから、じゃあ、それだけの話なんですよ。いや、きつねだから、みんながイコールアンチじゃないんですよ。いやいや、きつねっていうのは、いや、狐っていうのは別にアンチをするための狐つね枠じゃなくて、あのそこがちょっとね、誤解してるんですよ。 自分はもここ上がった時点のきつねないんだもう、もう普通。いや、でもそれをやるのは和道さんの問題でしょう。うれそれをやるのは和道さんが選ぶ話であって、きつね枠やろうが、うん、何にしようが、うん、雑談しようが、歌おうが、うん。なんかよくわからないで。ほらんいや、よくわからないじゃなくて。<laughs> いや、タクシーだけだよ、分かって <laughs> みんな分かってんの。 俺らとリ,スナー俺とリスナーさんは全員分かってるの。でタクシーだけが一人で分かってない枠なの。だからタクシーが一人でついてこれてないの。何が分かってないっちだよ。全部。ここ何,何の枠さしたこ,こちょっと行ってみる何の枠だから俺のアンチトツマチだから俺に対して文句を言わないといけないのにあなたはリスナーに文句言ってんのよ。あ、リスナーにね。うん。うん、だからあなたがまず間違えてんの。 わかった趣旨を剥ぎ違えてるのはタクシーなの。あ、あなたに何言ってもダメだからそうなったんだよ。うん。和藤さん、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。またまた。和藤さんがこうした原因なの。あなた何もいいこと聞かないから。いうことをいつ聞いてくい もしもーし。もしもし。もしもし、あのね。タクシーさんに聞いたでしょなんで黙ってるんだって。あなたが聞いてきたの、俺に。で、俺はなんで黙ってるかって言ったら、さっきあなたがリスナーさんに俺は問いかけてるんだって自分で言ったでしょそこまでオ、OK? うん、オッッケーケーオッケーつまりタクシーさんが自主的にリスナーさんに勝手に語りかけたの。俺、俺に対する本来は突抹ちなのに。うん、わかるねで、今度はね。 それは和道の責任だって言い始めたからいやタクシーさんが勝手にやったことはタクシーさんの責任だよって言ったの俺には責任ないよって言ったの、うん、わかるで,かで今度なんで責められてるんだって言ったから、うん、ねあなたがあ俺の俺に文句を言わないといけないのにリスナーさんに文句言ったからだよって今説明しゃたゃうけどここまで理解できるタクシーさんそれは知ってるよ、うん、わかるうんだから趣旨をぎ違えてるのはタクシーさんなんだよ、うん、わかるかあ,なあなたがわかる わかんない。だめだから、そうだったんだよ。いたどこがわからなかったか教えてくれるかな。どこが、うん、タクシーさんが、今の会話の中でね。どこが、わからなかったのか、えっと、教えてくれる。なんかお前幼稚みたいが、してないか、お前。うん、そうじゃなくて、そうじゃなくて、タクシーさんが、ちょっと待って、ちょっと待って。タクシーさんが、どこが理解できなかったのかを教えて。うん。タクシーさん。聞いたいい加減しろよ、お前。 タクシーさんが今の会話の中でね、どこがわからない、ど、うん、どこがタクシーさんがわからなかったのかを、うんと、うん、どういうことかなタクシーさん落ち着いてね、一回落ち着いて。タクシーさん落ち着こうね。うん、落ち着いて落ち着いて、大丈夫だから。俺は大丈夫だから、タクシーさん一回落ち着いてね。今の会話の中でタクシーさんがわからなかった部分はどこかな <laughs> だから、そんな言い方やめてくれって、うん。うん、こうしないともうわかんないっていうのが分かったから。うん、今、説明を全部してあげたでしょタクシーさんに、タクシーさん、こうだよ、こうだよ、こういうことがあって、こうなんだよ。こうだよって。で、タクシーさん、どこが分からなかった。いや、あなた言ってる意味全部わからない。わからないか、そっか。オッケー、オッケー、わかんこ。こっちも。分かった。おかしくなってきた。あ、そういうこと。分かんないよね。分かんない。うん。もう、それはね。タクシーさんが分からないのは分かった。 それはみんなかかったら大丈夫だよタクシーさんが今の話が分からないのは全員分かったから OK だよ大丈夫だよタクシーさんいや和堂さんがあまりごちゃごちゃ言うからこっち混乱してきたんですよ頭が混乱するよね分かる分かる大丈夫だよあまりねうん込みすぎるからねこっちも頭混乱してくるんだわちょっと難しかったねうん分かった分かった難しかったうん分かったよ大丈夫だよ大丈夫うん 分からないことはしょうがないから今度から分からなくなったときに教えてねここ分かりませんって言ってくれたら分かるから分からなくなったらすぐ手を挙げてねありがとうね小学生分かったから分からないのはしょうがない恥ずかしいねもう俺は分からないのが分かっただけで十分だからバカにうありがとねありがとうありがと。 続きあるの何が言いたいのかなタク,シータクシーさんは何が言いたいのか言ってごらん、うん、これ番組なんだろうって言いたいでしょこれ生放送、インターネット生放送ですよ。うんうん、いやこれ台本であってんだろ、知ってんだから。うん、どこが台本だと思ったのかな、ね、タクシーさんどこが台本だと思ったのか言ってごらん、うん、<laughs> 打ち合わせしてんだよお前誰と誰が打ち合わせをしたの 和藤さんと打ち合わせしてんだよ、うん、<影>誰と誰がどういう打ち合わせをしたのか教えてくれるかなここまで言えないって言ったらバレるでしょ全部、うん、いいんだよバレていいんだよバレていいよ誰と誰がどんな打ち合わせをしたのか教えてくれる僕わかんないんだごめんね <laughs>、うん、どこがわかんないのか教えて <laughs> こっちも演じ機能大変なんだわうんうんもう一回聞くね、うん、もうわかんなかったかな、うん、誰と誰が、えー、<文>打ち合わせをしたの うん、誰と誰が打ち合わせをしたのかな教えてくれる和ドさんと自分が打ち合わせしたって言えって言われたの、うん、あなたに。打ち合わせをしたって言えって言われたの俺が言ったの、うん、うう打ち合わせをして。う,う,うん、わかったタクシーさん。言ってないよ。言ってないよ。うん、うん。いつ言ったのかな <laughs> うん。言ってないでしょわかる。ややね、言ってないよね。言ってないよね。嘘はバレちゃうから。 嘘はバレちゃうから嘘はダメだよね俺が嘘ついてるのどうやって嘘ついたのか説明できるどこ嘘ついたのだからあなたの言ってることがもうわからなくなっちゃうの分かんなくなっちゃったんだあっからねわからなくなっちゃったわわかんなくなっちゃったんだそっかそっかそっかうん分かった分かった頭混乱してんだわうん大丈夫だよみんなは分かってるから大丈夫だよタクシーさんだけ分かってないけど大丈夫大丈夫みんなは理解してくれてるから うん、台本だったのねで俺が嘘ついてるんでしょどこが嘘ついてるのか説明して「って人が今オツ」はできないごめんねタクシーさんさっきも説明したけど「オツ」っていうのはよくわからないから何のことか教えてくれる「オツ」っていうのはどういう「トツ」ね「トツ」はコラボを申請するとできるからねうん「うん、トツ」はできますよはい。 おつはできないのごめんね。この前も説明したよね。漢字コンクール、すごいね。漢字コンクール。漢字いっぱい読めるね。<laughs> うん。漢字得意なんだよね。高校生の頃ね。うん。大丈夫、大丈夫。<laughs> で、どうすればいいのかな和道は。<laughs> もう言いたいことないのなもう言いたいことない、うん、<laughs> 性格変わったんだけど、どうなってんの、うん、性格違うんだけど、またきっと。 人格変わった。<laughs> うん。あ、入ってきました、あれか聞こえる。聞こえるよ。いいよ。なんでさあ。さっきからさ、イエローキャブとばっかさあ、話してんの。うん、なんじゃん、誰、誰に言ってんの。俺、それともタクシーに言ってんの。んちょっとタクシー。タクシーね、はい、どうぞ。 ぐる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 さ、同じとこをさ、ぐる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 回ってんのも。あ、ぐるぐる回ってわけかいそうだよ。それはわかって、わからなかったでしょ。なんでやってるかここでね。みんな多分知らないと思うよ。なんで私ところぐる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 タクシーの同じとこまたぐるぐる回ってんのだから、和堂さんが有能だから、 自分がここに出れば売れるでしょ、名前がうんそれだけだよ売りたいのうん、売りたいでしょ配信者として売りたいでしょ、やっぱりそんな素人だもん、こっちは自分の枠でやればいいじゃんやっても人来ないの、誰も <laughs> なんで来ないの <laughs> 来ないから来ないんだねやっぱ実力ないんでしょうねうん。え、じゃあ他のところにさだ和藤さんが言うのだからここで話すと みんな枠でしょ勝手パーっと、うん、名前は売れるでしょえー、だ,だから入ってんのぐるぐる回ってたらさ他のところ行けばいいじゃん,じゃん、うん、いや他のとこ行けないんだよね他のとこで相手してくれないから起きてるの、うん、ここもちょっとあんまり相手にしてくれてないと思うよ、うん、他行ったらねお前出れって言われるんだわうん。うん、<laughs> それでここはいすいませんで終わりに <laughs> あなた来てから変わっちゃったよなんか雰囲気。えなんで？うんなんか落ち着いてきたなんか。そうでしょ。話分かる人だから。そうでしょ話は分かるから。さっきさっきなんかねバカにしたような言い方してたから。うん。うんさっきのおじさんね。うん。うんこういうこういう話し方ですれば分かるのこっちも。そうか。うん。だ和藤さんもこういう真似してみてこういう風に。そうだね。うん和藤さんこういう言い方して。 そうなの。人馬にしたわけじゃなくて。分かってくれるんだ。分かるよ下下がりますよこっちも。うん。こういう人だったら分かるの話は、うん。和道さんが自分を障害者扱いしてるのただ。うん、<laughs> そんな障害者なんてひどいよね。うん、障害者扱いでしょさっきから。 うん、障害者扱いなんかしたらひどい人も、ねうん、そうでひどいでしょうん、なんか幼稚園に、幼稚園児話してる言葉で話してるからねさっきから聞いたらそうだよね幼稚園児話してる人みたいだもんねなん、うん、だから人バカにしてるあれなんだよね感じの人なんだよこいつは、うん、いい加減にしろって言いたいでしょそうだよねやっぱ幼稚園児と話してるみたいに話したらだめだよね、うん、大人の人とさ、うん だからそれをそれワ和ドさんに言ってみてそれ言わないように言って今からうんワー、うん、さん<に>あの、大人の人と話すときはちゃんと大人の人と話すみたいに話さないとダメだよ分かったよ分かったでしょ、うんそれを言いたいんだよバカにしたこと言うなっての、うん、うん、そうだねじゃあゾンちゃんちょっと一回落ちては,ーいはい 分かっただろう。オッケー。じゃ大人の話しないタクシー。大人の話よよ幼稚園に話するないお前。お大人の話をよ,うよタクシー。ね。幼稚園に言われたろお前。分かったから大人の話しするね。ビットコインについてどう思う、うん、ビットコインやってないよもう。うビットコインにやってない。何について語れるの。なんかこうさ。ビッ,あビットコインやろうと思ったけど。うん。あれ詐欺とかあるでしょ結構今盗まれたとか。うん。結構だからそれやろうと思ってやめたのもう。うん。何について語りたいの。大人の会話してあげるから。 どんなことそう今話題になってることあげてよなんか議題な何について喋るのか知らないからじゃあこれが探さんだもんね議題をん何から議題を探さないとい,いいよじゃあコメント欄に聞いてみようか、うん、何について語ってみて大人のトークやろうよ大人のトークそうさっきはちょっと幼稚園児だねうんごめんごめん悪かった、うん、もうそれくらいにしないと話通じないかなと思ってな何についてでもいいから大人の会話がしたいんでしょ 女のの、のの子と話話話話ししししたたたででょあ大大人人会会がいいうん、ね何がしたいのどんな話がしたいのだリスナーに聞いてみてたからそれ分かんないから聞か、うんでもいやだからもうもうアンパンマンについてとかキノコの種類とかそういうぐらいじゃないとれないってなっちゃって<笑><笑>安倍政権についてでしょう安倍政権についてどう思ってんのいや興味ないもんあまり、まあ、あ、政治には興味ないんだ<あ>あそう。うん話せないよそんな話あそれは話せないの何について話せるの、うんいや 和藤さんの今までのね経歴を見知りたいんだわいやそれはもうずっと話してるからあじゃあ北朝鮮の問題についてか語ってようん北朝鮮語るいや質問してくれないと分かんないこっちもうんうん、うん、質問え北朝鮮の政権についてどう思う北朝鮮との日本の国際問題についてどう思ってんのどういう見解国際問題ねうんあまりいいとは言えないですよねうん,んどこがいいと思えないのうんどこがいいと思えないの やっぱ核ミサイルを作るな、うん、飛ばすなって何回も飛ばしてるでしょ、日本にうん、核ミサイルは飛ばしてないんだ、まだ核でなくて、そのミサイル、うん、ミサイル飛ばしてるね実験、実験的に飛ばしてるでしょ、うん、こっちに。日本はどう,するべどうするべきだと思う、日本は。まあ、非常時には撃ち落とすしかないでしょうね、もう危ないとすし、かないないでしょう、もう、あもし落ちると分かったら確定してた時点でね。日本に落ちると思ったら、撃ち落とすしかない。 ないしょそれって別に通常の対応だよね今日本政府が取ってるうんそうだよね、うん、だから別に問題なくない別にタクシーがそう思わなくても日本政府は日本に向かって核ミサイル落ちてきたら通常に撃ち落とす撃 <laughs> ち落とすような政権だけど今別にそこは問題になってないよね撃ち落とすよねいやそうじゃな撃ち落とせるんだけど<ん>実際本当と撃ち落とせるかどうかって話し ああ、なるほど。それが実際に。うん。んじゃあ、そ,うん、その時にタクシーはどうしたらいいと思ってるのどうしようもないでしょ、もう。どうしようもないんだ。じゃあ、どうしようもないね。うん、うん。どうしようもないね。どうしようもないんだね。対応策がないんだ。逃げようがないでしょどうするのこれ。逃げようがないってどういうこと違う違う違う。撃ち,ち,ち落とす時に撃ち落とす機能があるのかないのかっていう話に対して、うん、ね、タクシーはどういう対応策を取るのって聞いたら、もうどうしようもないって言ったんだよ。どうしようもないんでしょ どこ逃逃逃げげげるいいの場所ななでしょ話ミサイルがね実際に起動するのかしないのかっていう課題に対してタクシーはどういう見解を持ってるのっていうことを俺は聞いたのよまあ半分は多分撃ち落とせないんじゃないかなって思ってるよいやだからかそのだから撃ち落とせないのに対してどういう対応策を取るべきかっていうタクシーの見解を聞いてるのあな撃ち落とせないってなとせタクシーはそう思ってるんでしょパック3とかの話だよね、うん、まあそうだねうん、うん、パック a c 3で撃ち落とせないんでしょ じゃ撃ち落とせないんだったらどういう対応策を講じるべきだっていう論者なのタクシーはまあどうしようもないよねもう攻めるしかないよね,かかったらね戦争するってこと、うん、戦争しか、ね、攻めるっていうのは戦争を仕掛けるっていうこといやもう幹部連中を殺すしかないよねそうなったらということは戦争を仕掛けるっていうこと、うん、戦争じゃなくて日本政府が日本政府が北朝鮮の、うん、ね、うん あの、トップたちを暗殺しろっていうことでしょそれ戦争を仕掛けるってことでしょそう,う,、ね、そうそうそういうこと、うん、戦争ではなくても幹部連帳はあれやれやばマシスでしょそれ戦争なんだ<の>それあの政府機関を攻撃するから、うん、戦争なんだそれうんってことは戦争賛成論者ってこともう戦争するしかないでしょうね最後って、最終的にはねうんじゃあ戦争するためにはどうしたらいいと思う,うん、うん、どうしたって自分があれ北朝鮮だよわかんないよね 日本政府じゃないからわ、うん、かんないんだ分からないでしょそんなこと。うん、なるほど軍の関係者じゃないんだからえ、自衛隊に働いてたんだよね自衛隊だとそんな本番行かないでしょその子え、うん、何を言ってんの自衛隊で働いてた関係者じゃないって自衛隊だって設定が崩れてない自衛隊にいたんだよねいたよ自衛隊に自衛隊はなんて言ってんのそういう時もし北朝鮮からミサイルが飛んできたらどうしろとて教わってたいやその時北朝鮮の問題なかったもん あそうなんないもんない時代だから何年前何年前もう30年以上前でしょそれ20年前か30年前の話でしょ20年の話、30年の話、全然話変わんだから40年前30年前13歳だよ13歳の時にデータいたの平成5年の話平成5年ってだから何年前だから今43だから20年ぐらい前だね20年前20年前北朝鮮の問題あったよあったけどまひどくないでしょ ここまではひどくない。でもあったよ。うん、あったけど、全然そういう話しなかった。うん、なるほど。じゃあ、20年前は、北朝鮮は攻め込んでこないから、別に話題にも上がらなかったってことね。うん、そういうことだね。なる,なるほど、なるほど。北朝鮮の話、はあまり出てなかったもん、その時は。あまり。あの、それはない。北朝鮮の問題、全然あるから、ずっと。あっても、自分、自分は聞いてなかった、そういう話は、あまり。あ、そうなんだ。ちなみに、何部隊にいたのたあ、それかいあの、自走、うん、榴弾砲って、あの、自走 なんていうんだろう自走砲部隊陸軍陸軍<上>自衛隊あのー、陸上自衛隊,自衛隊そうそうの何をやったの実際あの砲手ってね弾を打ちこ弾を打ち込むって弾を打ち込めて,弾をち込めてあの相手のところ遠く飛ばすってやつね自走榴弾砲ってやつうん自走砲こっから十キロから二十キロ相手のところ飛ばすってやつ はははいいいミサイルを送電をあの弾を込める係ね装填係ねそうそう装填係奉仕っていうじゃあ分かった北朝鮮についてはいいわ何について語りたいの今度はあ今度かいまあ話題がないとね何でもいいよ別に大人の会話がしたいんでしょ大人の会話ねもうケンカになかったんねもう何がしたいのケンカくでなかったんだけどいいよ別にうん <laughs> これ何,の何のやつだなこれじゃあ切ればいいじゃんみんな求めてないからいうんいや大人会話しをしたらまた何だから話題振ってよ俺振ってんじゃん薄、うん、っぺらいこらい,いよこっち,が振,っっちが振るよ、うん、いいよしたらね何するかねいや自分が気になる自分が気になる話題でいいよ何生きまって どういうふうに生きてきたかお前さ43年間生きてて生きざま語れって何生きざま語ってどういうふうにどういう人生を取ってきたか一か説明してずっとあやだめんどくさいあのねどういう作業したかとかうんどういう作業って何作業って何作業って何作業仕事今までやってきた仕事仕事ライブハウス19歳あまあアルバイトをずっとやってて19歳の時に独立して えっと、ライブハウスやって、で、その後フリーペーパーとか IT 系の会社作って、で、ネットワークビジネスやって、で、逮捕されて、生活保護になって、配信者になった。以上。何逮捕されたの逮捕された理由は詐欺。何の詐欺ええ信託受益権詐欺。あ、それ初めて聞いたよ。詐欺とは知ってたけど、何の詐欺か分からなかった。信託受益権詐欺。それ意味分からんだよ。な、どういうことなのそれ。うん、調べて、自分で。説明できないのえ、できるわ。 あのめんどくさいから、うん。信託、うん、受益権ってわかるわかんない。それ自体わかんない、ね、<laughs> わかんなかったら調べて。うん、そっからだわ。まず。信託受益権がわからないと意味がわかんない。簡単に言うと、まあいいや、わかりやすく言うわ。金持ち向けの投資の権利っていうのがあるの。ね、簡単にざっくり言うと。うん、お金持ちの人に。で、信託、うんえー、受益権っていうのが会社から、えー、配布されたと。うん。わ、うん、かる で、その会社自体が商品がなかったっていうこと。簡単に要約すると。うん。うん。うん、それが信託受益権詐欺。自分でボロ出してるよ大丈夫何がボロ出してんの <laughs> うん。自分のことボロ,ボロ出してるでしょボロ。うん。どこがボロ出してんのうん。詐欺したって言ったしも。今。いや、事実として語ってるよ。どこがボロなのうん。だ自分のことなんでそんな語るのってそんなこと言って。お前が聞いたから。普通語らないでしょそんなとこ。俺は語るよ。うん 自分は語らないね、そこまで。普通だったら。お前が聞いたんだよ。お前が聞いたことを語って、どこがボロなのお前が聞いたんでしょわからない、わからない、わからないって言うから、語ってあげたんだよ。みんな知ってるよ。うん。普通は語らないでしょ。知られてるんだから。いや、別に何も後ろめたいことないもん。過去は変えらんないから。うん。隠してもしょうがなくないえ、なになにいや、ボロ、どこがボロなのうん。いや、詐欺したんですよ。 ししたたよ他、うん、他に何したの他に何の犯罪犯罪銃刀法違反、うん、えー、詐欺今話したやつね今のやつねなんでそんな銃刀法違反なってるの、うんのちょっと最後まで聞いて3つあるから、うん、で障害銃刀法違反えー、詐欺障害銃刀ってどっち銃の方外も刀の方 <laughs>、うん、え何どっ何銃か刀かってこと うん。どっちだったのそれ、うん、刃物。刃物危ないでしょ、それ。危ないよ。うん。何でしたのそれ。原因は原因はないよ。ずっとナイフ持ち歩いてたんだよ。な、うん何で持ち歩いてたの分かんない。かっこいいだから。当時俺はかっこいいと思ったから。<laughs> アホだったから。いや、かっこよくないかもしれないけど、当時なんでって言われたら、当時かっこいいと思ってたからナイフ携帯してたの。学校で教育されてるでしょ、うん、そういうこと。俺、学校だから。中学までしか行ってないから。 いや、中学行かなくてもわかるし、普通、般常識で。うん。そんなもん。うん,ふん,ふん。もっとダメだってかるでしょ、そんなもん。<laughs> そうだね。かだから逮捕されたわけだからね。うん。おうでなんでそんなことしたのって言ってたからだから。だから、かっこいいと思ってたから。<laughs> かね、当時は、当時のナイフ持って、ナ、うん、イフ持ってた理由は、かっこいいと思ったからって、本、本心だから、これは。俺は、当時、本当にかっこいいと思って、 そういう、若い時ってそういう時あるでしょ勘違いする時期というか。か当時俺はナイフ持ち歩いてるのがかっこいいと思ってたからとしか言いようがないよ。そういう男だったの。まあ、まだ犯罪者だからそういうことしたらね。うん、<え>今だったら。いや、違う違う。当時でも犯罪だから。うん、だから逮捕されてるわけだから。そうだよね。あとはあと、うん、何やったのね、傷害な。なんで傷害したの傷害いや、だから、あの、絡まれたからボッコボコにしちゃったの。絡まれただけすんのそんなこと。 えなに、うん、絡まれたらそんなことすんのボコボコに。そう。どんな絡まれがじしたの？フランス人でそのボンジとかバンバンタトゥー入ってるやつがいて絡んできたの。うん、うん、はあ。ね？相手してないでしょそんなもえ？相手しなきゃいければ一緒そんなやつ。いやまあまあ話聞いて最後までで、うん、その喧嘩止めてたの三対二とかで。オッケー？うん。 そう止めてたんだけど俺に向かってタックルかましてきたから膝蹴りカウンターでかましちゃったのでああごっちゃごちゃに喧嘩になっちゃって逮捕されたのああそうなんだはいその時その時あの、喧嘩になりたくないならないようにするっていうのは頭ひらかめるかひらめかだから止めてたよ止めてたよ自分はそんなことしたことないよ一回も今の人生でうんないんだろうねなんでそんなことすんのねうん なんでいやなんで,、ね、でって言われてもそうしちゃったんだからしょうがないじゃん自分の方はが人生経験あるんだけどそんなことないよ一回もういやないほうがいいよないほうがいいよ逮捕されるのは悪いことなんだから、うん、まさかまだしてんじないよねそういうこと何を何を今,今みたいなこと今みたいなことって何して具体的にしてないよねだからその銃刀法違反ってやついやしてないよ別にないほうもしゃてないよいし,てし,ててし,しててもしてるって言わないよね普通、うん、俺はしてたらしてるって言うタイプ 当時から別にナイフ持ち歩いてるって言ってたから俺は今言ったらまずいでしょ現実してた場合は言ったらまずいでしょであと何したのとかはいやそう3つだよあ三3つあ結構やってるでしょしたら悪いこと聞いてたらいや別に悪いことだと思ってなかったから捕まっちゃったんだけど今悪いことと思うでしょそれ聞いたらまあ逮捕されてるからねうん悪いことでしょうんで これからやる、あるの予定はないよそういうことないでしょあしたら罪はあれでしょ改めたとこでしょ改めたっちゅうか出直して一からやり直すっちゅうか何罪と罰について語りたいの俺に罪はないよ今罰,はいよ罰を受けてるからうん、うん、でも前科は残るでしょって話前科は残るよ前科は<る>あの、うん、罪ではないよ、うんうん、あ前科は罪じゃないのそうだよああえ前科は罪だと思ってんの いや、罪でないかと思ったよ。過去にしたんだから。いやいや、そんな法治国家じゃないでしょ善前は罪ではないよ。だって、前科もってよく言うでしょみんな世間的に。善科もんだから、どうのこうのって言うでしょ普通。それって、あれだよ、あ、え、俺が善科があるからって、今批判するの。それ名誉毀損では大丈夫。自分も善科あるよ、言っとくけど。え、さっきないって言ってたぞ。何が。さっきないって言ってたぞ、お前。 俺はそんな悪いこと人生でやったことない。なんで嘘つくの重当法やないって言ったよ、重当法やは。いやいや、俺悪いことしてないさっき言ったじゃん。なんで嘘つくの悪いこと前科、前科あるんじゃん。あのさ、あのさ、そういうさ、43年も生きててさ、かっこ悪いよ、本当に。前科ある自分のことはさ、棚にあげてさ、人のことを言ってさ、出せとかボロが出たとかさ、どういうこと何前科何、何パーあるんだよ。 はめられたんだよ、相手に。はぁその店、店にはめられたのをやる。自分アルバイトで働いてて。そうや、うまず罪名言え。うん、罪名かい罪名分からないんだよ。なんちゅう、なんちゅう言ってたんだよ、これね。はぁ罪名聞いてないからさ、そういうところ。お前が反省しろよ、悪いことやって。何がはめられたんだよ。いや、自分は悪いことしてないの。経営者が悪いことしたから自分が偽似だっただけ。いや、お前が逮捕されてるってことは、お前が悪いの。お前の悪いとこ、そういうとこなの。 俺は自分の罪全部認めてるからお前自分で前科があって俺は悪くないってどういう見解だよ本当にいやアルバイトしててたまたま,ま巻き添えあったってことだね自分がたまたまアルバイト普通にアルバイトしてたら逮捕されるわけねえだろうがよだからその経営者が悪いことしてたのだ何をやったの具体的に言えよそんなだからふ風俗関係だよ風俗関係風俗じゃないのに、まあ、風俗みたいなことしたってことだね陰でお前がそんなところで働いてるの、うん、お前が悪いんじゃん 何のせいでも何でもないじゃねえおめえ逮捕されてんだろ捕まって前科ついてんだろお前が悪いのお前が悪いのだからそういう犠牲になったと犠牲。と犠牲じゃないのお前が悪いのそういう国なの法治国家だけど結局ねやめさしくなかったの最終的にやめなかったのお前のせいだろガキじゃねえんだからいや大丈夫だからって話だったんだよね経営者の話でよね、はい 経営者の話が大丈夫だったからじゃない。お前大人なの。お前は自分で考えて、自,<慢>自分で判断をして、で、間違ったことをやったのを認めろよ。間違ったと思ってないんだよね。だから反省したかったらまたやるでしょ。自分はそういう人務めないもん、それからも。嫌だったから。それでやめてかっこ悪いかの。の43。 まあそういういここととあったったてことだねだっさまあ罪は罪は罪だけどねこれは、うん、自分が入ってるってのは悪いけどそこに、うん、よくお前それで人の犯罪歴批判できたなお前よっぽどかっこ悪いよなんでかっこ悪いのだってさお前が質問してきて俺はさちゃんと誠意を持ってさ説明をしてるのにボロが出たとかさやゆしたくせに自分はそんな43年間生きてて悪いことやってないっつって。 で、自分の罪を認めてなくて前科あんじゃねえかよって話じゃん務所入ってないって俺だって入ってねえようん入ってないでしょ、うん、いや刑務所の問題じゃなくて前科ついたんだろ認めろよってことは法的にお前は悪いことをしたって認定されてんのまあううお前の解釈なんか関係ないの、うん、国が法律だからそうなしょうないわなそれは しょうがないじゃなくて、お前は悪いことしたの。俺はしてない。経営者に騙されたじゃないの。言い訳してんの。まあ、日本の法律はそうなってるから仕方ないよね。日本の法律じゃなくて、世界中そうなってるわ。だから、お前はいまだにタクシーで、ね、俺よりも低い給料で働いてんの。分かった何バーってんの何月何バーってんの月。お前から言えよ。いくら取ってんだよ。 だからお前偉そうなんだ、さっきから言っとけな話,話聞いてたら。あのな、人に収入聞くんだったら、自分から言えよ。だ前言っって言たででしょこだから,いくらだ、いくらだって言ってんの,いく,ててんのいくら稼いでんの学,学習能力なくて分かんないのね。ごめん、ごめん。じゃあ、言って、収入いくらか。いや、数だから、鈴木さ お前は、<laughs> あのね、じゃあ分かった分かった。うん、この配信を聞いてて、ね、今200人近く聞いてるけど、みんなお前のことカスだと思ってるよ。さっきから言ってること2点3点して、人の上げ足ばっかり取って、自分の罪は認めないで。バカすぎるだろ。部合で、あ、部合なんだ、完全部合なんだっけタクシー。しょ、完全部合設定。で、いくらだっけ月。うん、だから月はないって、どのその月の月によって。だいたい平均でいくらぐらい稼ぐとかあるでしょ。まあ10万ぐらいだよね。 15万ぐらいかな、15万ぐらい、総支給。1.5倍になった。え、10万なんでしょ、ほんとは。手取り10万ってことよ。え、えっと、総支給が15万で手取り10万なの ?10 万ぐらいかなって感じだね。ああ、現金でもらえる部分は。そうそう、そういうこと。なんか悪かったな、ごめんな。んえっと、いや、なんかごめん、息巻いちゃって。うん、いや、悪かった、悪かった。ごめん、ごめん、俺が悪かったわ。ごめんね。 いろいろ言っちゃってうん頑張れよなんか生きがちゃったね2人ともあ悪い悪いなんか本当になんか頑張ってんだなうん頑張ってんの自分なりでもうまくいかないんだうん悪かった悪かった大変だなうんうん自分なり頑張ってんだけどねどうしようもできないんだもんそうそうだな悪かった悪かったうん頑張れよ分かったうんじゃあなそういうことで降りるからはい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  いじっちゃいけない人だったわ。<laughs> いじっちゃいけない人でしょ、完全に。43年、8年付き合ってる彼女、それはけ、結婚できねえだろ。<laughs> そりゃ、結婚できないでしょ。手取り10万って。<laughs> 手取り10万って。フ <laughs> ーだよね。フーだよね。 かわいそうだろいやー厳しいよなあ折半だから多分30万って言ってなんだかんだで引かれちゃうんだろうなー多分なーうんくら、うんうん、だって10万でどうやって生活すんのどうやって生活すんの、うん、きついよなー ていうか生活保護支給対象者でしょ完全にいや半端ないよねいや多分騙されてんだろうね、うん、多分なんだかんだって言って騙されちゃってんだと思うよだって言ってたもんこの前かけてきた時お客さんに俺が払う時もあるんだよって切れててねえわっつったのお前よって俺だってよお客さんによってはこっちが自腹切るんだよっつってお前それ横領だわっつって <laughs> だからもう底抜けなんだよ <laughs> そんなわけないじゃんタクシー仕事で運転してて常連客にはおごる時もあるんだよっつって聞いたことないでしょタクシー運転して目的に連れてって今日は僕のおごりですって聞いたことある <laughs> お前手取り10万にもなるわそんなもんガスだ証字じゃんいやーもう なんでその突っかかってくるんだよね。なんで突っかかってくるんだよな。うん、いい人ではないだろう。底、うん、抜けのバカなんだよ、もう。底抜けのバカ。いや、騙されちゃってんでしょ。うん、助けてあげて、やだよ、うん。俺のアンチをなんで俺が助けるんだよ。バカくせえ、やだよ。それで俺の足引っ張ってんだもん。 だもともとお前花火上がんなくてざまって煽ってたんだぜあいつ俺に俺より収入低いんじゃねえかよ <laughs> なただのやっかみだったじゃん、うん、ただのやっかみじゃんそんないやー幸せになれないだろうあの考え方だ無理だと思うよ俺は、うん いや、だから、勉強しないとダメだし、だから、その知識を身につけないといけないし。うん、いや、妬んでんだろうね、多分ね、うん。ずーっとアンチコメント書いてんだよ、あいつ。ずーっと。いや、あのね、それが問題なの。頑張れば幸せになれる社会じゃないのよ。本来は頑張ってる人が幸せになる社会っていうのは俺は正しいと思ってるけど、 頑張ってる人が幸せになれる社会じゃなくなってるでしょ。だから俺はああいう人に言ってるの。俺にその不満をぶつけても俺は敵じゃないよって。味方になるし、仲間になったら協力するよって。だから配信で副業で稼ぎたいワードを助けてよって。どうやったら配信上手くなれるって言ったら配信のやり方を教えるよ。っていう風に協力するんだったら協力するけど、あいつは俺にずっと噛みついてきてんのよ。だからそれをやったところで、 タクシーの収入が上がるわけじじゃゃないじゃんタクシーがみすぼらしくなっていくだけじゃん要は心を入れ替えないとタクシーはダメよいや頑張ってるっていうよりもだからそのルサンチマンって言うんだけどコンプレックスを持ってその俺のこと叩いてもタクシーの収入が上がるわけじゃないでしょ社会に出てるのに人のせいにばっかするのは良くないそうそうそういうことそういうこと基本自己責任にしないダメよ いやまあまああ俺にできることは協力するよっていうことね偉そうに語るんじゃなくてタクシーよりもキャリアは長いわけだからうんおかげさまでねリスナーさんも多くの人からアイテム頂い,いてるわけじゃんうんそうまあなんで今ニーチェの話が出てきたのかっていうのはそれはさておきだよ <laughs> 哲学者でもあるから俺はうん 失敗ばかりしたジラスターでもまだ巻き返せると思うよ人は本気になったらいつでも変わることができるんだよ。ただか変わることはできるんだよ。人はいつでも変化することも変わることもできる。ただ本人が変えないと無理よ。周りからの力では変えらんないと俺は思ってんの。自分で変える力はあると思ってるよ。俺はね人間で。俺はそう信じてる。だから生活保護だったの嫌だったから。 抜けたいと思っってて頑張ってきうんだから普通に「そう助けて」とか「協力して」とか「お前の放送好きだよ」って言ってくれてる人にはこんな言い方しないもん、うん、でしょだから実際そのリスナーさんでもさ例えばもう離れちゃったけどレクチのライブとかにリスナーさん動員したりしてるわけじゃん。音楽本気でやるってプロになりてえからってアドバイスくれって俺にできるのは。 その、レクチよくしてくれてるし、うちのね、リスナーさんだからって言って、その、ライブ、レクチのライブあるから見に行ってあげてくんないっつって何人か連れて、海宝とみさんとミュールと俺の4人で行ったりとか、そしたらチケットノルマとかも軽くなるじゃん。そういう風な感じでタック組んでいこうねって言ってた矢先に謝れって言われたんだよ、俺はレクチだから俺は協力するよ、仲間のことだったら。俺は何者ただ者だよ、俺は。 そうだよ、底辺の底辺までいたんだもん、うん、巻き返したとは思ってないよもっともっとそのシルバーでさ人のことを喜ばせたりとか配信でさもっとなんか良くなってもらいたいなとかできることは協力していきたいよだけどその明るさまにさ敵意を持ち出して付き合おうよって言われたもんそれは無理でしょ人間うんでしょそれは無理だよ いや、例えばの話よ。例えばの話。協力できるところは協力したいと思うのが普通じゃん。仲間だったら。俺はそういうふうに考えてんだよ。シルバーでタクシー作んの。話がめちゃくちゃでしょ、それ。話がシルバー、銀でタクシー作るの、うんの。売れねえだろ、そんなもん。年収800万もないよ、俺は。うん。 年収800万ないよ。ど、どこ情報それ。支援はしないよ。あのね、俺はいつも言ってんだけど、俺、あの、俺と一緒にいる人だったら知ってるんだよ。例えば、たくみさんとか、その、X さんとか、俺と街中歩くけど、あの、困ってる人がいたり、アーティストがいたら投げ銭もするし俺は。で、倒れてる人がいたら、絶対助けるって決めてるのよ。だけど、 何んつうんだろうそう全人類救うなんて無理じゃん目の前にいる人を助けるとかその何物を買ってそれに対してお金を払うっていうのを俺は支援の形の一つだと思ってるから資本主義である限りだから何て言うんだろううーんまあ仲のいい人とか周りにいる人とか自分自身を幸せにしないと無理だと思うよ、うん、俺は そういうもんだと思ってるけど。 ごめんなさい、和道さんの音声が聞こえてないです、すみません、失敗しましたんで、一回、ごめんなさい、落ちます、もう一回、もう一回、入ってきてください、あ聞こえました、大丈夫です、いいですか、これで、ちょっとはぐっちゃうかもしれない、二室でと、あの、そっちの放送の音って切れます、回っちゃってるんですよ、そうですよね、ちょっと待ってください、実は和道さんの声が取れないんですよ。 あ、取れました。すいません。取れました。大丈夫ですか。あ、どうもすいません。おはようございます。どうはい、はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとあいつみたいな真似して、フェイスリグでやってみましたけど、いいですか。これで。あ、全然全然構わない。大丈夫ですか。はい。ちなみに、あの最初和藤さんを初めて見た時、ちょっと苦手だったんですけどね。実は言うと。嫌いだったんですか。ど、どんなところが嫌いだったんですか。 まあもう見た目で判断しちゃいましたよね。で、まあ、聞いていくうちに、はい、まあ嫌いだって言いながら聞いちゃったんだよねまあはまあ、ハマってしまったわけですよね和田のテクニックにね,あり,ねありがとうございますまあそれでこの前あの生活保護の件とかやってたじゃないですか小川先生とかよ呼びながらあはい完全マニュアルですね生活保護完全マニュアル。 少なくともあれは多分せ、社会には役,役立つ行為だと思うんですけどそれを最低限のことだからそれぐらい理解しなさいってことで多分、広げてるんんだと思うんですよ、うんうん、僕その<で>せ、生活保護に関してはまず、えー、と僕、二つ課題があるんですよ、自分の中の社会に対する。それは一つは障害者の差別。でうん、もう一つは えーと生活保護の差別。要は低所得者の問題ですね。うん、生活保護というよりも大きなくりで。うん、であの、自殺者3万人というのは本当におかしいと思ってて、こんなに幸せな国なのに。うん、だから、自分のことを守るために理論武装してほしいという思いがあって、ああいうことはやってますなるほど、なるほど。 でまあ、それと、あとあのまあちょっと引っかかった話でね引っかかったっていうのはいい方向で引っかかってるんだけど、はい、マイクル、はい、マイケル・ムーアーかなんかの話でまあ要は、はい、まあ簡単に言えば世界の実態のことをなんとなく理解されているのかなっていうふうふに思ってるんですよ、うんうん、要はこの世の中金利のための人生なんですよ、韓国、ね、はいうん、まあ当然、勝ちはないんですよ、負けしかないんで。うん、現実はね、うんうん で、そこでなんですけど、和堂さんって結構かっこいいこと好きじゃない、<laughs> あるいは社会,社会に貢献することもやってるしね、<laughs> うん、で、ちょっとあの今日つに上がったのは、こういうのどうって、小川先生みたいに、うん、あの生活保護について、はい、なんていうんだろうな、放送でそういうふうに、具体的にこういうことだよっていうふうに、なんていうのかな、講演っていうのかな、まあ、そういうふうにされてるでしょ。はい お金の仕組みをそういうふうにやってくれる人がいるんだけどさ、そういうのを和同放送で取り入れてはどうかなって思ったんですよ。金融に関して、ニコのママ、すごいやったんですけど、例えば、資本とは何なのかって言ったときに、まあ、日銀とか FRB の問題とかですよね、でその金本位制であったり、信用本位制であったりで、ビットコインという進化があって。でうんうん、今度そのお金を運用する えっと、経営者の立場。要は経営者で利潤動機っていう問題であったりとか。うん、えっと、政府っていうのは、お金っていうのは全て回収、税金を徴収することとばらまきをすることである。だから利益っていうものはないんだっていうロジックとかもいろいろやってきたんですけど、うん、結論ですよ。うん、結論難しくてわかんないっていうのと、要は知ったかぶってるっていうので、要は詐欺師だ詐欺師だってなっちゃったんですよ。 だから僕正直言うとそういう放送をずっとやっていきたかったんですけど、ね、諦めてる部分があるんですよ、うん、最近。まあそれで、うん、あの要はお金の仕組みって結構、うん、なんていうのかな奥にハマればハマるほどなんか難しくてわかんなくなるじゃない。まあ。 そもそもっていうところ、お金はどういうふうに発行してるのかっていうのを具体的に教えてくれる人なんだよね、うんうん、だからそこが分かれば、結構ひもきはできると思うんですけど。安いですよね、紐解きやすい。うん、だけど、結局、例えばそれって戦争の歴史とかも語っていかないといけないじゃないですか、例えばその。全土を語ろうと思えばそうなりますよね。例えばそのオーストラリアっていう国の、うん オーストラリア要は日本が何と戦ってきたのかっていう第二次世界大戦の流れにもなるだろうし戦争に負けるっていうことはどういうことかで,そ,でそのバブルっていうのはなぜ起こったのかとかそういう話になってくるけどそれって放送で受けるのかなっていうその配信者としての戸惑いみたいなのがあるんですよ。 失敗っ,っていうか、そういう経験があるってことですよね、なかなか受けないってね、受けないっすね、うんまあ、よくわかるんですけど、うん、ただ重大な問題ではあるんだよね、で同時に多分今、世界はそういう政府がお金を発行する動きにはなってきてるわけですよ、で世界中の人もある程度気がついてきてて、気がついてないのは日本人だけで。 だから本当は気が付かなきゃまずいんだけど、うんまあ今日はね、一応、そういう情報があるので、あのはい、一度、和道さんに、はいうん、なんかその人の紹介、紹介っていうのかな、こういうことやってるよっていうのを、うん、なんか LINE かなんかでメッセージを送ったり、あるいはツイッターかなんかでメッセージを送るっていうのは大丈夫ですよ、ね、あもちろんです、大歓迎、もしよかったら LINE で、うん、あの URL とか。えー 貼っていただ、けると参考になりますのでただ本当は避けちゃいけないっていうか、例えばその、まあ、タクシーさんが働いても働いても10万円しか稼げないっていう、そう生活に直結してる問題ですよね、っねこれって本当はそうですね、そうですね、うん。だから本当は知らないといけないんですよね。じないと革命が起きないというか、うん、一応唯一、日本は政権ね、取れるわけだから、うん、政治に参加すればできるけど、 難しいですよね。もうグミン化戦の終わってますからね、うん。そうですね。だって平気で手取り15万以下で平気で働けるんですからね。うん、生活保護ですよね。完全にね。本当そうですよね。うん。うん、まあちょっとそういうのもやっていきたいですね。まあ、まあうんまあ、必ずまあ世の中お金の話もあるんで、またあの、うん、今度 LINE かなんかで情報提供したいと思うので、ぜひぜひよろしくお願いします。で,基本,、うん、で基本その人時間と場所があれば無料なんですよ。 だから、和藤さんの出資も、出費っていうのかな、お金もかからないし、でその人は顔出し、はい、できる人だし、はいうん、放送上は面白いんじゃないかなって、僕はかそうそう勝手に思ってるだけなんですよね、1回打ち合わせさせていただいて、もし、向こうの先方の方と、なんかこういう番組できたらいいねとかみ合ったら、ぜひぜひ番組化させていただきたいので。 すいませんアンチじゃなくてリスナーの皆さんもごめんなさいね、えー、あのつまんない <laughs> アンチじゃなくてね、はい、まあ和堂は気持ち悪いですよ最初だんだんよくなるタイプなんでねどうもありがとうございましたスルメお疲れ様ですありがとうございますはいごちそすああんか渋い方なんだなニムロデさんみたいな渋いニムロデさん渋い方だったんだね うん、ありがとうございますババどうやって聞くんだろうあれは藤さんの声が聞こえないんですけど 聞こえないですか今川さん。聞こえますお久しぶりです。あ、どうもどうも。なんかノイズがすごいんですけど、今川さんのマイク。あれ聞こえますどう聞こえるんだけど、ノイズがちょっと多いですね。あれ逆ですね。僕はトウさんの方からノイズがすごいですよ。一回切って、もう一回申請上がってきてもらうことできますかあ、ちょっと待って、捨てみき切ればいいのかなこれ。 なんかノイズがすごいですね。皆さんおはようございます。楽しんでってください。今、コラボは今川さんです。でです今川さんもね、ニコ生時代から古いんです。付き合い。あんま絡みないけど。うん、一回マイク抜いてみてって書いてありますね。マイクを抜くのうわー、うるさい。あ、マイクですね。あ、すげえ。そうですかなんか余計ひどくなりました。

最近どうつって、初心っすよつったら、ああ、よかった。つって。何なんだよ、もう。今川さん、天然だからな、ほ、うんとに。まあ、金融の話とか、ちょっと、何してきたんだよ。つって。<laughs> 元気ですかって、元気ですよ。つって。うん、天然だよね、うん。売名なのかないや、売名ではないと思うけど。な、うん、うん、何だよ、もう。ちょっと待ってね。セットアップが大変なわ。ちょっと待って。

聞こえない俺の声雑音なっうん雑音がすひどいちょっと一回じゃあ入りな<こ>ん俺のノイズ俺はノイズないよなっこっちがしたノイズかな一回調子悪いみたいだから落ちてもう一回入り直してみてあ一回切るねしたらはい一、うん、回落ちますうん俺の俺の声今どう俺の声 俺がモニタリングしてるのは別に変な声じゃないんだけど。どう大丈夫窓も抜き刺し。どう治ったノイズが入ってる。ぶつぶつ。これは俺の問題じゃないと思うんだけどな。さっきの人みたいになっちゃった。さっきの人みたいになった多分ね、これバグなんだよ。バグ。 ノイズがある。えーとね、これはね、電波の放送、えーとね、ふわっちのサーバーの問題なんですよ。ふわっちの問題。どうするもう切るもう一回じゃあ枠取り直すまだ見、まだ見たい人手上げで。まだ放送見たい人手上げ。コラボ枠やめようか。コラボ枠やめようか。 じゃあ一回切って通常枠で今度金融の話しましょう。金融の話。じゃあお疲れ様です。ありがとう。さっきね、ニムロです。